はい、お待たせいたしました。続いて、2回戦の対局となります。2回戦は、本命の西坂が出ますね。出ますね。本命の西坂、それから、田村千乃の中で、太鼓場もいるの。この太鼓場誰なの？中出さん。あ、中出太鼓場。丸が多いです。もう俺負けそうな予感しかせえへんのってきた。まあ、誰が残ってほしいですか？誰が残ってほしいか。いや、誰？まあ、西坂さん、もうこの本命と対抗2人でいいんじゃないですかね。千乃と田村勝ち上がっていい？ちょっと千乃さんと田村さんには勝てなさそうなんで。なるほど、そうしましょうか。古田さん、誰と解説したいですか？喋れる人がいいんで。喋れる人。俺がいいんじゃん。そうですね、まあ、けども、無理だ。ダメなんですか？俺では大丈夫。いや、まあ、出なあかんから。ちょっと買っちゃったんで、僕。すみません。強ね。強めたち。たくさんよね。待ってはるっすよ。待ってません。やりますか。はい、始めましょう。はい、はい、よろしくお願いします。それでは開始となります。はい。ちーちゃんは中出さんっぽい。はい。ホワイトメガネさんこと中出裕介つはですね。はい。はい、多分喋ってますねもう。ニコニコやん、こいつら。誰か負けんねんぞ、分かってる。あ、こいつ、あえてのやつですね。わざとのやつですね。まあ、やはい。頭光りすぎて、もう。なるほど。何も見えなかったです。うん。またフラッシュ。ヤゴセレクションですね、これ、多分。ヤゴさんのサービスです。ドラガリャンソーです。親は中で、実は。大きいサービスです、今の。誰の手がいいのかな。中出さんがすごい。中出なんかすごなかった今。篠野さんも結構整ってますね。中出に差しが見えるような形で一応。西坂。あ、西坂も悪くないじゃないですか。悪くないっすね。全員ぶつかりますね。うん。うん、そうですね。一人だけ、田村だけは悪くってって感じですか。篠野さんがね、今ね。E1 トイトトシから始めるんですよ。もういきなり。これか。あ、本当だ。ここから E1 トイトトシさ。うわぁ。もう単野をまっしぐらいですかね。いや、ペイもあるよ。あ、そっか、ペイチャレ。ペイは安全牌なんでね、どちらかというと。安全なんで、後から切っても大丈夫かなっていう感じで、E1 から行ったんです。これは単野にはならないかな。田村がちょっとね、うん、そうですね、もう一つ出遅れてる感じです。知能が早い。これは、イーシャンテン、そうですね、イーシャンテンですね、早くも。両面両面のイーシャンテンで安いですけど、一応。もうリッチしちゃいますかね。まあ、うん。きっと、両面なんでリッチするんじゃないですかね。こう単野に持ってきました。これ数値も持ってきた場合は単野を見てペーで。そうですね、あるんじゃないですか。まあ、ただ、急、あんまり、サクッと引っ張っちゃいましたね。リッチかもわかんないですね。あ、ペー、ここ。ここでも、違いますね、やっぱり。趣深いですね。うん。なんだ、そう趣深い。趣深い。負けないですね、あれ。ね、リーチしないんですね。そう、結構自分からして。ね、良さそうなんですね。めちゃくちゃいいと思うんですけどね。中出はドラドラになってますね、知らない間。この辺は僕らと違うとこで。中出ツアーが。ドラドラな。ドラドラ。中出、あ、本当です。まだゆっくりですけど。あ、これは泣いていきたいかな。思い切って単用に行くかもわかんないですね。いつもの。どっから泣きます？僕は何でも泣くない。みんな数万からって言う人も多いんやけど、泣いてもいいと。からでも泣く。僕は泣きます。何起きるんですか？そうそうそう。いや、チーマンじゃないですか。違うんですか？ゴロチ。あ、数万の方。ゴロチを見て数万。ゴロチ、ゴロチ。ゴロチね。なるほどね。スーチームのどちらか気になるのは、これ何でも泣いてましたね。始まりました。あ、これもきつい。アクティブ。アクティブ。スーピンからは泣けないな。まあ、スーピンからも、スーピンから泣かない、泣けないですね、なかなかね。泣けないですね。まあでも、何から泣いてもいいような気もしますけど。うん、これで、知能でも、リャンスをドラ重なりも、リーチできる状況ですもんね。確かに。田村さんが一応、リャンシャンテンにはなったですね。うん。なりましたが。これ、リャンシャンテンですか？あれちゃうわ。さっきの誰や。西坂さんが、西坂さん。そうですね。これ、リャンシャンテン。あれどう見ても、リャンシャンテンじゃないですよね。これ、イーシャンテンになりましたね。イーシャンテンですね。うん。なるほど。ここすごいですね。これ、親番につきっていうのもあるかな。の仕掛けまあ、ドラドラとね。めちゃめちゃ嬉しいですね。うん。さすがヒップマン候補ですね。あ、これは嫌な方なんですよね。これは多分、つもぎるんじゃないですか、あっちの。迷ってますね。どうするんだろう。どうするんだろう。これでリアンスを切ってリーチするんだったら、さっきと一緒ですね。まあそうですね。多分、酸素切りそうな気がするんですかね。順目につき、まあ、一旦、まさに親の仕掛けも、趣深い。ああ、もう、
ちょっと変わってますよね、やっぱり。さあ、梁平国っぽくなってきましたね。梁平国っぽくなってきたな、確かに。思い切っていきましたね。うん、夢はでっかく。思い切っていきますね。ステロまあ、ちょっと田村は一休み。これで一応、ああ、まあ、しょうがないです、まあ。これはもう決めてるんで。そうですね。まあ、まだ。チーソー出したらポンされますからね。まあ、確かに。切るんだったら、チーソー暗冠はダメなんですか？チーソー。ツモバンが一回、どうせパーソー切るんだったら、ツモバン一回増やすために、なるほど。噛んでもいいかなと思ったんですけど。なるほど、なるほど。まあ、トン一曲から思い切って、行く必要もないかっていう、リスク背負う必要もないかっていうのもあるんでしょうけど。やっぱりみんなが。感しましたね、ここで。ほう。ほう。急走。まあ一応、テンパイには向かう方向で、当然ですけど。そうですね。さあ、これでちょっとチートドラドラっぽくなりました。中出さん、一生進まへんすね。いや、そんなことない。進んでますよ。かなり進んでます。かなり進んでるよ。ちょっとで。ヤンピン、あ、三色ピンポンしたの。三色同行まである感じです。何も見てなかった。そうなんですよ。三色同行。6000オールですよ。これやっぱりヤンス。もうローピン、スーピン引いたら、うん、出そうです、ね。ヤンスは切らないんじゃないか。もう切らないですか。多分切らない。切らないですね。切らないんじゃないですか。スーワンも切らなかった。スーワンも切らなかったですね。きっちり。ヤンピしました。嫌なんですね、ヒップワン、やっぱり。ヒップワン嫌なんですかね。まあ、これを一応、テンパイ取れる方向で、一応テンパイ、これで。一応テンパイ。うん、一応テンパイです。わー、打ててたら、スーマン打ててたらって感じがするな。あでも、まだチートイレは、まあ、チートイズ、うん、まあ、本来テンパってるからね。そうですね。まあ、そうですね。リャンペッコ。チートイズテンパってますね。チートイドラドラで。うん、もう酸素も切らないと。血のしっかりしてますな。うん。スーマン切らないでしょ、これ多分。何を切るんですか、ね、いや、スーワン切りそうちゃいます。切りたいけどな。あと切れそうでもそれやったらさっきのローソが意味が、意味が分かんないですよね。切りそうです。やっぱり、ここは切らないですよね。さっきの意味がないじゃん。まあそうっすもんね。そこで切るようじゃ。おー、いつの間にかチートイーシャンってなりました。着々と静かに。すごいね。しつこいっす。しつこい。いや、ほんまに。まあ褒め言葉ですからね。マージャンに来ました。すごいっす。こうなったら、今も泣きそうやな、もう。今がある限り。あ、これやめた。もうやめましたね。まさかの酸素積もとかないかな。さて、あ、おっとって言うけど、ウーピン切ったんや、さっき。一旦飛んですかね。まあ一応、チートイツのイーシャンテイシャンでまた戻って。負けない。結局、テンパイしないんじゃないか、これ。テンパイ者が結局、ゼロ。チーマン切るからね。いや、血のテンパイ、これ今切りそうだ。血入る。入らない、入らない。入れなかったですね。びっくりだ。消えてなしでしたっけ、うちって。消えてありましたけどね。さあ、流局となりました。これは中でにとっては誤算なんじゃないの、もしかして。そうですね。まだツモバンある、あ、いやいやいや、缶が入ってるの忘れてたんじゃないですか。いやいや、そんなわけないでしょ。誰もテンパってなかったらいいでしょう、的な感じで。もう一回泣かないと。だってチーするでしょ。します。僕はしますけど。僕はしますね。リャンワン切れないとかそんなのありました、うん、いや、切れないと思ったんで、かもしれない。もうコメントでは全員脳天と思っての。そう、そう、そう、その可能性が高いかなと思って、全員脳天と思ってのと思ったら、知能がテンパイという。はい。全員、しかも上がるよりも高いやつ。1000点オール。絶対小さくない。1000オール欲しい。絶対小さくない。1000オール欲しいですね。どうなるやっぱヒップワン狙ってるんじゃないですか。あ、なるほど。まあ自分でつけてるような人らがヒップワン狙いしてますからね。俺もヒップワンなりたないな、やっぱ今。なりたくなくなってきた。僕も嫌やったんですよ。なんかな。実は嫌やったんですよ。実は嫌やった。そう。実は嫌やったからほんまヒヤヒヤしてましたよ。さあ、バラバラ、中根君がバラバラです。さあ、ここはまだいいか。まあ、ドラがシャーっていうか、はい、ここは7、8、2の3色が見える。一通との両手見。両手見ですね。うん、リャンピン置いてますからね、一応。さあ、またちょっと。このシャーがどうなるか、シャーがいつ出るかですね。1枚ずつ。まあ、ここが、ちょっとバラバラで。まあ、ちょっと厳しいですね。ここはまだ、ここと、あの、田村と知能がいい、知能がいいですね。まあ、しかもドラ持ってないんで、伸び伸び打てる感じ。飲み手になっちゃいそうですけどね、ちょっと。
まあでもこのルールってテンパイ量大きいんだよ ね、結構上がるよりも、うん、ドラ持ってるよりは。そうなんですよ、さっきもえらい目合わされました、一人の点ばっかりで。いやいや、そう、降りすぎやからね。逆に1000オールでしたもんね。そう、逆1000オールは2回も食らってますから。これでチートイツ。チートイツ、リャンシャンテン、4トイツかな。4トイツですね。さあ、か。で、ちょっといいや。ちょっと進行が止まってる。いや、あ、ここが、両天秤、まあまあまだ、進行が進んできました。まだ両天秤、まだ EP も残ってるんでね、両天秤で、まあ一応イシャンテンですよね。でももう7、8、9の3色の一応3色の方が近いと。パーソかパーマン、ティーチするんかな。パーソかパーマン入ったらどうでしょうか、ね、しても全然おかしくないけど、さあどっちを残すか、まあ、まあでもこれは3色のメガネちょっと、ね、そうですね、ちょっとだけ残ってますね。3、4、5は、あ、来ましたね、まあ、まあ、そう、2枚飛んでますね、まあ、全然いいんじゃないですか、うん、2人、うんうん、あ、そう、2枚飛びですけどね、2枚飛びでも全然いいんじゃないの。ハデさんがちょっと追いついてきました。いや、まだまだまだストーンドラ切らないといけないんだな。ドラがそうかな。ドラ残ってるんで、それが手になってこないですね。ドラ切りに。ドラ切りをしないといけないんで、ちょっとしんどいかなっていう気がするんですけどね。現在知能の一人だけですかね。そうですね。知能はそうそうとテンパイ入れましたね。カンパッソの今さっき3000もらってるんでね、全然先手で流してもいいんで。そうですね、うん、そういうアドバンテージがあるんで少し、ね、あれさ、あ、ここでウーソ3層いくかな、うんうんうんね、これダブトンですからね、あのトンは親でトントン、うん、さあこれまだチートリスと両方ゆっくりゆっくり両方です。2900でもいいよと、ここでそう切って広く受けました。広く受けたね。やっぱり親で両面リーチもありそうですかね、田村は。まあ全然あるとは思うんですけど、中ではイーシャンテンでしたが、ウーマン入った時に限りやけど、ね、切らず。トン、いやでもやっぱウーマン入ってもウーマン入ってもトンとローマのシャンポンっていうのも全然おかしくないですけどね、うんうん、あ、これでチートイツイーシャンテン、イーシャンテン、ウーパーピンのお帰りですね、うん、どこで受けるか。ここはもうやめてる、半分やめ、まあ、泣かない。次のヤンマー泣くかもわかんないですね、もし出たら。で、ローマンとトンのシャンポン、うん、シャンポンでトンしか上がれないけどっていうのは。ファーソーまだ1枚ヤンマーですね。ファーソー残ってますよね。1枚だけですけど。ファーソーが1枚使ってるだけです、ね、うん。全然。これ1枚。あ、チーム切った。トン。トンション。わあ、ドラ捕まされました、最悪。もう行きにくいですよね、確かに。この順目になっちゃうと。これは泣くんじゃない？次はね。次は泣きますよね。田村の地位で。うん。さっきは泣かなかったけど、今回は泣くと。まあでもこれまだパス持って、おお、復活。テンパりました。すごい。およし、あ、で、ここもテンパり、テンパり。こっちの方が強い。リャンマンの方に。リャンマンは強いかも。どうだ、レモンはね、二巡前に通ってて、捨て牌には1枚ですね。あと1枚。レモンは掴んだら止まらない、これは。あと2枚かな。あと2枚？バイチ、バイチだけですね。バイチだけ1枚。いや、これやばいっすね、これ。これめちゃくちゃ。トンもシャンも切れない。両方当たります。あ、これ、あ、タモラが掴んで、西坂さんの。ちょっと上がり。本命が。本命が6400、ちょっと待ってほしいな、これ次僕ら大変なのよね、田村が残ると。田村さん残っちゃうと思う。まだけど6円ぐらいやったられちゃいます。いや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 、喜んでんもんだ。嫌そうな顔してます。光ってる光ってる。輝きはなくなりましたけど、これはやばい。どうでしょう、ゾイ師匠はよく聞いてると思いますね。山本とかなってると、押田さんとか。あ、ポロリ。はい。あ、歴代。今、ポロリ中じゃん。ドラでした、今。ドラポロリが、ポロリが、ドラになってます。さあ、トーン3曲。
親は知能です。箱はドイツ。いや今のちょっとでかいな、6円。今の6円大きいですね。大きいね。これで田村が一気に再開に2着になれば、まあ2着になればいいんやけど、不安のあれを回避できるんで。まだトン3曲ですか、ね、いやまあトン3曲ですけども、お互いになんか組んだりするようなことの点数差もないですから、まあそれを何番入ってからですね、トン番入ってからは考えないね。トン番ではまだもう無邪気に、トン番では普通に上がりに行きますよね。みんな何番の最後の方になったらそれはあり得るかもわかんない。じゃあまだこの展開、田村は逆転の可能性が、ああ自敗が全部揃いました、ね、ほんまやコンプリートしましたここもチートイツを 見始めそう。田村は6、7、8の3色はまだ可能性は残ってる。ただチュンがドラなんで、チュンはハクがポンできたら一メンツ、一メンツ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 自敗全部と一メンツ、そうですね、全部自敗。そうそうそう、まだまだ遠いですけどさあここは7、8、9、6、7、8どっちも売れる。ああ6、7、8、チュンは切らないと。さあチノがめちゃくちゃ、まあ、このチノがいいシャンテン、チノがいいシャンテンですね。白でテンパも取れる。あただここでね、ここに、うん、そうなんですよね。あそこに自敗本店は取るでしょ。取りそうです、ね、取るです、取ります。やっぱりあの2人勝ち上がりって言っても1番手にときたいんですよね、うん、2番手になると。これで1通も見えてきました。1ピンですか、切るのは。そう、いいピンにしましたね。いいピンしましたね。そうすけばいい、まあ、一応ハクで逃げれる形にもしときたいんで、支配もあるならハクは一番よくなくていいですね。そうですね、泣いても上がれる手になってますんでね。これでいいピンと。今一通袋になって数層とか4層は泣くんですかね。泣くん、泣いて泣くんじゃないの。泣いていいんじゃない。泣くと思いますけどね。チュン切った、思い切って、うん、ここでみんなバタバタバタとチュンが合わされる可能性が、まあ、でもここでそうなの、ここは、まあ、ここ切らないね、ここは切らない、あ持ってな い, ちょっと怖いです、ね、持ってない、切った身からみんな持ってないですね。これ6、7、8の3色2射程なんでね。さあ安全プレイを持ってと。やっぱ1番手引いときたいですよね、やっぱりね。2人勝ち抜けて、そうですね、うん、ターゲットになりたくないんだよね、うん、さあどうしよう。さあ広くなりました。広くなったけどこれだと、そう、まあ、そう切っちゃうとあのチッパーが見えない、何もないんでこのままの方がいいような気がする。うん、あんまりないケースですけどね今のは。あんこ先切りっていうの、あんこ、まあでもこのルール、このルール、まあやっぱり役なしならではですね。うん、役なしになっちゃう可能性があるんでね。あ、自分と来た。来た。これで3900の天敗。完全予想。どっからでも寝るんじゃないの？中で3枚持ってるかな。中ですごい手になってきてない。なんかまだまだやけど。ここは出るね。ここはツモ。これはこれサブ結層に。ああ、あれだな。サブル結層に住んでたらリッチそうだけど。そうですよね。ウーワン切って完了相続。ウーワン切っての完了相続。ああ、それの方がいいね。7700。うん、それすっごいいいね。すっごい。あ、でもサブロクションしました。闇店にしました。全然違う。やっぱり人とは全然ちゃうな、これ。そう。2000点玉にしたってことですね。そういうことですね。うん。あ、パーソー切っての。パーソー切って、6、9万ピンク。ローワンがね、3枚飛んでてね、9万がリーチしましたね。やっぱりラスメイツキリーチ。ああ、そうしても加点したいですね。差が近い方が。ラスメイツキル位置ですね、これ。そう、これって、あ、でも数万が3枚並んでるんで、うんうん、3万数万には取らないです。9層は現物なんだよね。まさか。9番報酬ですね、これ。まさか切ってる田村が。ねえ。報酬しないでしょ、これバラバラ。これやばいね、これバラバラ。報酬しないよ。報酬しないでしょ。まさか田村が9層あんこから切ってると思ってないから、9層今っちゃと思ってますからね、こう。多分、知能は。あ、そうですね。知能切って今っちゃと思ってます。9
そもまだ1枚お、ちょっと行きたくなってきた。なんかすごいってなってきた。目に優しいような手配になってきましたね、うん、言い間違えと思ってますよね、まあ、でもテンパ取れそうやもんな。やっぱここで、うん、ここで急走を切るか。急走切ってリャンパッソに、うん、これも言い間違えたんで、ね、リャンパッソ中根さんの欲しいなんか、あ、なんじゃない、ペイか、ペイですね。テンパったら、あ、もう冷静に2着取りなんで冷静に行きました。まだちゃんと。これでもここはもうテンパしそうなんでね。そんな中根さん見たくないですよ。パーソ切ってもテンパですもんね、チノは。チノもテンパで取れそうだな。ウーパーマン。あ、積もった。これはちょっと。700、1300。はい。いいでもピンク。うん、全然いい。さあ、近づいてきました、田村。そうですね、2着に近づけばいいんで。やっぱりイットハンちゃんのヒップワン戦になりますと結構さーって微妙になってくるんですかね。微妙、まあ、まあ、先ほどのハンちゃんもやっぱり点差はなんで親なのにリーチしない。2着勝ち上がりでも問題ないんで、やっぱりだからそういうのもあってリーチしないでしょうね、守備的に言った。それと現物っていうのが大きいですよね、今のは。リーチの現物ですもんね、街が。普通のミューカップとか、ビッグワンにあったら、まあ、普通ワン掘った段階で、ウーワン切って、まあ、全然ある。ね、いや、ウーワン切って、管理アンサーの場合は闇点かな。闇点か。闇点の方が多いです。イーソー切ってリーチか。イーソー切ってリーチする人の方が多いと思う。ニーロコールスも、ね。うん。今のリーチない原因、あれはやっぱり、その、親の現物っていうのが一番大きいんじゃないかな。か、うん、わしたかったっていうのが。やばい、と仕掛けが入りましたね。誰から？チューン。チョンの本は誰ですか、これは。今のは手配が短いの知能ですね。まあ流していくので十分なんでね、確かに知能が流して、知能がチョン、なるほどね、うん、あ、ほんまや、です、アグレッシブ。さあ、チートイツイシャンテン、チートイツイシャンテンになりました。早くも、まあ、チートイツのイシャンテンなんて、でもリャンシャンテンぐらいの感覚でいないとなかなかテンパしないんでね。そうですね、うん。もどかしいです。こっからなんで問題は。さて、ニサカは、そっか、チートイのいいシャンテン。いいシャンテン、いいシャンテン。で、さんが。中根、すごい。3色がちょっと見える。3色？いつもちょっと。3色ですか、中では。そうですね。1、2、3、3色ね。そうですね。数万さっき入りして。あ、テンパった。好きですね、チートイツ。これ親ですよね。親はニサカです。ニサカですよね、親ですよね。ここで上がっていくとちょっとずつ差が離れていくから、ニサカ安泰になる可能性もありますね。負けないんですか、今。いやー、どうなんでしょうね。な、俺全然リーチでもおかしくないなと思って。18短期で結構。全然リーチでもおかしくないんやけど。18短期リーチ全然で9万人もおかしくない。これ9万もいいんじゃないですか。9万はいいですね。さあ、今。顔が抜かれてます。うん、に抜かれてますね。ほぼチートイツのイーシャンテン。ああ、まあ、まあ、イヤシャンテンか。トップ上ですもんね。うん、確定。全然リーチしてもおかしくない。やめたいな。あ、これあんこや。と、これはリーチできない。リーチできない。言い間違えちゃう。何言い間違えちゃう。まあ、あんこや。今ちょっと何言い間違えと思ったら負けそうでした、ね。やばいやばい。4枚使いはダメです。4枚使いはダメです。すごい下見てましたね、兄さん。9万はほんまに上がれるんじゃないですか、もうこれ。田村さんもチートイツのイーシャンテン。本当だ。追いつきました。追いついてないよ、まだ。まだイーシャンテンよ。あ、そっかそっか。イーシャンテンでした。これも、実施しないですね、と。もうトップ目なんで。降りるつもりもあるのかも。そこまで。もいいじゃん。無邪気に、僕は多分リーチ、ね。無邪気にリーチで一人旅になる可能性も高いんや。まだそんなね。まあでも、ただ田村だけは押し返してくる可能性あるからね。チャンス点になってば、ね。あ、ここも押し返しそうな人がいてますね。でなかなか、なかなか田村れない、田村がテンパれないというか、これがなかなか出ないね。9万が誰もつかまない。山にでしょ、山にでしょ。山に全然。手配には0枚。ねえ。誰も持ってない。ちょっと決めました。誰でも今打ちますよね。あ、
ああ、まだか。ローソンにメダ。イシャンテンはイシャンテンでありました。ローソンに同期のイシャンテン。シャアは切りたくないんですかね。まあ、安全牌として残してみたいのか。うん、どうなんだ。まあ、形としてはこのままの方がいいような気もするけどね。切った方が。形としてはね。説も言いましたね。うん。その方が形としてはいいような気がします。柔軟かなと。ウーピン。ウーピン短期。ああ、その前に。ピンズの馬強が良さそうに見えるのか。で、ちょっと前に通ったウーピン。なるほど。で、一応。テンパイした。リーチ。こっちはチーピン。リーチだよ。これで。ウーピン。チーピンがこれ山にないですね。そうですね、リストさんウーピン切りやすそうだ。まだ、これ、アンサーを切るか。あ、もうやっぱこのために、このためのリーチしなかったんですね、リッサカは。いつでもやめるように。うん、やっぱり。リッサカさんらしくないですね。らしくないな。らしくない。らしくないと言えばらしくない。これトップ名なんでね、一応。ヒップは嫌なんですね。もう、ビビって出んのかな。いや、トップ名なんでっていうのもあると思うんですよね。まあまあ、これ2着目やったら多分、もうちょっとブリブリってるはずなんですけど。うんうん、まあ、控えめ。うん、もう。まあ、積もられちゃっても、まだ、そうですね。降りて放流とか、これ、結構、ないですか？なんなんって。なんなん。チートイっぽくあんま見えなくないですか？見えないね。自敗から見えないですね、うん。全然見えない。タムラの皮は普通、そんな進め方ですから、ね。これは。パーピンあれ、積もぎりでしたっけ？うん、パーピン積もぎりですよね。普通にやってて、なってるんで。結構、結構やばいかも。パーピンしかも、結構全見え、結構やばいかもわかんないです。4枚切れ。で、これ、数ピンも皮に。いや、誰かも、なんか安全牌ないの？降りた上の方。安全牌ない？現物はないっすね。ないか、やばいな。これ選ばれるぞ、これ。これ選ばれるな、これ、チーピン。降りたが上の。新調で手をかけました。いやこれは、捨て牌うまいっすね。捨て牌うまい。これは捨て牌がいいな。まあ、チーピンがですね、周りの皮も綺麗に出ますんで。やっぱり選ばれてるのかな神からの。3200の上がり。あれ、でかいぞ、今の。から、3200ちょっとでかない今の補充で、ちょっと痛いっすね。そうですね。上下に、プラスプラスマイナス2000点以内に収まりました。うん、今のもすごいショックでかない。いやだいぶ。超ショックでかいような気がするんですけど。やっぱりこれは定められた。普段なら、普段の西坂ならリーチしてると思う。ね、多分、振り込みはないんで。してますね。多分路線をね、取りに行った結果がね。まあ、慣れないことするなと。さあ、ナンバーに入りました。いやいやいや、今のはね、なかなか。親は中でとなっております。捨て牌からは全然見えない、ね。そうですね、全く中途つく。普通のメンツ手からチートイツに移行してるんで、普通の捨て牌なら決め打ってるわけじゃないんでね。これ、でも、中、西坂良くないですか？手が。今、西坂。西坂良かったけど、田村も良かったよね、まあまあ。田村もなんか。田村さんが白、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 何、何も。白、何なんですよね。何なんです。白、何なんですよね。西坂さんも白、白じゃなかったでしたっけ？あ、ほんま。白は、田村さん、五統一なんですけど。五統一ですか。五統一やけど、ダブナンなんで。これ泣きますよね。泣くと思うんですけどね。あ、で、これ、チートイツのみ、ちょっとやってないですよね。まあ、テンパったら、しょうがないです。っていう感じで。ただ、チートイツのみでやらないですよね、これは。普通は。ハクはもちもちですね。うん。ただ、イーシャンテンじゃイーシャンテンですけど。チートイツイーシャンテンなんで。勝ったら、まあ、テンパしたら。テンパしたらチートイツですね。確かに。負けたら、そっちに。これ、単葉っぽいから、もしかしたら出る可能性もあるな、まあ、ハクも。西坂の手も。ハクの取り手としてありそうです、ね。ありそうな手ですよね、今のところは。チートイツ引きたらリーチしそうですね、でも。田村は。篠さんの手が本一に。本一になってきた。ピンズとしこれ、ほら、やばいんじゃない白。白出るかもわかんない。出るよね、はい。手をかけました。そして田村はい、泣きました。これで、完璧。これは。まあ、手が良いがゆえの白統一落としですけど。うん。白統一落とし見たら嬉しいやろな。田村にしたら。そうですね。嬉しいですよね。選んでくれてありがとう。そうですね。まあ、それだけいい手になってるんやけど。まあ、なんか、西坂もね。嬉しさもあるけども、ちょっと怖さもある。そうね、怖さもありますよね。あ、でも、わからない。あ、まあ、でも、このから。いや、この辺はでも、普通に白トイツ落としが普通です ね、うん、ね。全然普通ですわ。ただ、3200補充してなかったら、白白残しとかもあるんですか？ああ、あるかもわかんない。まあ、でも、柔軟、単葉でも柔軟性効くんでね。うん、これな、あ、流れた。
チームは、うわこれは嫌な感じやろな、西坂にしたら。イースチームは欲しい、西坂にしたら嫌な感じですね。チームはポンって。ハクポンされたのに、またチームはポンかよっていう感じじゃない。しかも西坂さんの手が動かない、全然。手がね、イース一番受けやったでしょ。そうなんですよ。イース一番受けないよ。単野郎がいいですもんね。そうなんですよ。E1 はチーできないんですね。これチーマンやったら、チーマンならもしかしたらチーしてる可能性もあるからね。そうですね。まだ一応3万。この中での親とか年ちゃんされたくないんだよね。ナオンはちなみに山々。山々、これ怖いな。これ危ないですね。結構大きい手を。これ3球も痛いから結構。そうですよね。なんなん。なんなんしろ。なんかされたくない。これまたチートイツのイシャンテン。好きだな、皆さん。親でチートイツしたくないけど。何持ってきたら、スーソー切ってサブロースから受けますよね。あ、スーソー出ましたね、これ。うん、スーソー出ちゃった。泣きますね。これは出ますよね。それは泣くよね。さあ、これで、吐くと糸今。でも、何は止まるな、これ、さすがにみんな。そうですね。止まりますね、これは。さすがに。さすがに、これに打ったら終わりやから。ただ、2枚おるっすからね、これ。これ積もる可能性十分あるな。山読んですか？え、あ、じゃあ、パーピンがあるから3。パーピンが1枚、ここにある。パーピンは、パーピンはもうないです。2枚とも、はい、2枚とも使われてるから、そうですね、2枚とも使われてますね。何2枚だけ？高めの方だけ。高めの方だけ。まあでも、何を掴んだ人は、自然と脳天なんで。さあ、掴んだ。あ、ここで1人。まあ一旦白。さすがに白ですね。これでもやばいな。出るんじゃないですか？出ないと思う。さすがに出ないと思う。まあ、まあ、疑惑の発動揺してるっすよ、今。いや、出ないと思うよ。まあ、出ないと思うけど、まあ出た時のために、まあ何出ても仕方ないですよねっていうとこか。出ないと思う。あ、まあまあ出ないですね。出ないっす。さすがに出ない、やっぱり。まあよかった、信用しておいて。ヒップワン狙ってるなら多分何ぐらい？いやいやいや、ヒップワン狙ってるなんて自然となる人やから、ヒップワンは。自然となる人。いや、もうこれね、もう田村が怖いっす。やっぱり主導権握った、強いな。中田さん、今チーピンここからって言うと出てきたんですけど。やばいっすね。パーピンはいいと思ってるんですかね。いや、いや、まあ、それが高いと思う。パーピンがいいように見えるんじゃないの。そうですね。そんな、チーピン3枚飛びか。そうですね。チーピン3枚飛びで。3飛びで。パーピンがションパイと。はい。かな、だからといって、ウーマンとかは通るのか。3枚1枚。ヤンマンもあるしな。ヤンマンはそうですね。結構。ヤンマン歩くすからね。こいつ、血の3は？血の3は3枚ぐらいです。大丈夫だ。血の振ることはない。さすがに。血の振ることはないと思うんで。やばいんじゃないかな、中でもしかしたらテンパったら。テンパイする範囲。まあ、パーピンはもう重ならないので。いや、テンパイしたらやばいかも。やばいかも。ウーワン押せないですもんね。ウーワン押さないでしょ。多分。スーピン押せるか、まだ。押せるって言っても遠い遠いかもわかんないですから。いや、そう。まあでも、2、3人。スーピンも同じように見えてないですからね。まあでも、テンパイしたらやっぱり、あ、やばいね。おー、渋い。勝負した。自分が上がりにかけたね。多分、あれは。あれ結構。あれは自分が上がれる方を選んでます。さあ、で、何が違います？中では、多分。まあもうこれで、振り込みはない。ただ、あと、ドラ持ってこない限り。で、ドラの3番。これ、ドラ持ってきたら危ない。やめるのはある。ドラ持ってきたら危ないですけどね、ここ。やめないっす、中では多分。もう親番なんで、最後の親番で。ドラ持ってきた時だけ、ドラあんのかな、まだ。ドラは1枚。まだありそうやな。3枚、あと1枚が。あと1枚。最後のツボ。ああ、助かった。助かった。あ、これ2人転敗ですね。そうですね。負けてる2人転敗ってことは、もっと差が詰まる。これ西坂さん痛いですね。これ痛い。これもうすごい差が詰まる。連続結構ちょっと。みんな3万点ぐらいです。これで。そうですね。これで。これで、みんなが3万点ぐらいになったと、はい、ラスの中根さんが2万9000点。そうそうそう。戻ったと。上下400ぐらいですね。上下400点。トップが3万200点ですね。これトンバいらんかったですね。トンバはなし、いらんかったな。確かに。リセットですね、完全に。トンバの方がなかったでしょ。まあ200点だけちょっと上下ありました、みたいなぐらいで。ちょっと言うことやってる。ようあのパーピン打たなかったっすよ。そうそうです。中出らしいね、守備的じゃない攻撃的な中出やから、パーピンがいい街やと思ってるから。で、ね、自分で強いと思うならパーピンの方が、ね。パーピンですね。ウーマン怖いんやけど、でも、ほんまは。ウーマンめちゃめちゃ怖い。めちゃめちゃ怖い。怖いですよね。よういったな。さあ、何位今日面白くなったな。嬉しそう。嬉しそう。やったぜ、感じが。
止めたって分かってて止めたんやでみたいなやっぱり、ね、はいはいとかなんかで言ってそう、ええってになってたし、これで誰が勝つか分かんないほんまに全く分からない。なんかうわいいな、動きやすい、なんなん超平場なんで、いやこれはもうこれは美味しいですね、うん、何でもいい、もう上がれることが至高ですね。これでも母さんも結構手がそう思ってますね。誰がトップ取るでもいいけど、うわ、あ本一があった、なりましたね、本一になりましたね、うん、これはなりましたね。これチュンかなんて見たら激アツです。坂さんもええ感じの手で、母さんもチュン統一になって、チュン統一になった、チュン泣けるよ。でも泣けますね、これチュンですか。あ、チュン出たね、ポンですね。泣かない、泣かない、なんかチュンポンするか、いや、いや、同順に泣き出ました。久しぶりに見た。久しぶりにました。これ超かっこいい。これはでも分からんやつやねんね。どっちがいいのか。同順に泣きが、例えば手が良すぎて、はい、あの、泣くのもったいないっていう場合もあるんで、まあ難しいんですけど、普通は、まあ、安い。安いというか、まあ、遠いんかなとか思っちゃいますけど、ね。展望的にもね。展望的にも違うな。そうだけに遠いんかなって思われちゃいそう。吉野さんがすごい、なんかピンズに詰まってきて、これは長い、これは普通に、あ、でもそうか、あの流してもいいと思うし、はい、ただ老朽ピンとかあの持ってきた時にはさっきあの満足としていく感じかな。田村さんも仕掛けました。山本ここはいいよ、ここはビシャンテン、ビシャンテン、これウパピンの老朽ピン持ってきたら3万数、3万数落とすこと考えるっていう感じ。普通に上がってもいいし、無理はしない。上がってもいい。全員がイーシャンテンですか。西坂君もイーシャンテンですか。これでまたトイトイがメタチックに。まあ、トラだ、これは。これでその代わりトン泣いてのっていう感じかな。テンパイです。あ、テンパイだ。数十万。はいはい。あ、このトン泣くわ。出ない出ない、出ないびっくり、出ないし、しかも、今、1ピン切ったの ?1 ピン切りましたね。ドラがポツン。まあ、ニャンピン4枚見えか。なるほど。ニャンピン4枚見えたんですね。びっくり。ニャンピン4枚見えやからね。確かに。ただこれ、入り方よっては。もうドラも出そうですよね。ん？ドラ切らない。何したの？ウソポン、ウソのポンです。これ田村さん、田村テンパイ、スーピンとスーピン、ウーマンスーピンね。あれで西坂が上がると、まあ、目まぐるしかったな今。そうですね、全員が、まあ、まあでも先手やったまあいいかって感じでしょうね今、まあ、みんな、まあまだ、ね、みんな全然いいか、これ分からない、全然いいか、全然わかんないです。みんな脳天にできない状況になってますからね、最後のまま迎えたら3900とか言い出すと結構これラスウェイが結構痛いですよね。ラスウェイやばいです。ラスウェイあんな接戦もうかな、伏せるに伏せられないですから、伏せれない今の戦法状況だと伏せるに最悪です。親かぶり何着順落ちするねみたいな、いやほんまに。さあ何2局田村の親となります。ドラウソです。ドラウソね、で田村って、まあ、でもみんな楽しんでますね今日は。これヒヤヒヤするでしょう。まあ、いつもの無双とちょっと違いますからね、今日は。篠さんは、流派が統一です、ね。そうですね、流派統一いいっすね。坂さんはちょっと苦しいですね。まあけど、シャーチャなんで、まあね、シャー統一は一応。うん、あ全然嬉しい。中出さんが三層統一なんで、めちゃくちゃタイヤを。タイヤを。行きたいような手配に。ドラがドラはない。お、ペンチーピンが入りました。一番嬉しい。閉まりましたね。さすが認定プロ。ね、閉まりましたね。37引けた認定プロってよく聞きましたけど。いやあれ認定プロっすわ、あのツモ。あのツモ認定プロ。あのツモ力士と。中で力士がね。あーっと、ドラドラ。ドラドラになりましたね。まあでも苦しい、動きなさそうなドラドラですね。単位追い込むちょっとしんどいですね。しんどいですね。しんどいですね。坂さんも、まあ、先手は上がれそうか。西坂は別に田村、まあここはやっぱりみんな親が上がるの嫌なんじゃないですか。走られるのが一人上がられた。シャア1枚目スルーしてるんですかね。うん、まああんまりも手配悪すぎる。ここからないけもって感じですね。そうですね。手配悪すぎるね、確かに。もうちょっと。さあ、単位は。単位になってきてるよ。してる。てる。単位はドラドラ。単位はドラドラ怖いっすね、これ。やばいな、単位ドラドラ。
何でもなくか。水素がネックなり、水素がネックなりそうやけど、プレッシャーになりますからね。泣くことで。これこそね、何でも。泣くか。この、さ、中でいいそか。3万からいった。3万泣けないと。何でも泣きそうですね、たぶん。そうですね、うん。泣きそうな感じありますね。転売も絶対欲しいですもんね。そう、転売料も欲しいですよね。発が出てこない知能の欲しい。これ中でジャンプ浮かれて泣いていくんですかね。中では泣きそうですけどね、何でも。中での形は泣かないです。さすがに、さすがに泣かない。と思ったいな。初切りましたね。これで。いや、初切りましたもん。あ、切ったの、はい、切っちゃったの。で、ここがドラ入って。イーシャンテン。ああ、テンパイ。テンパイまで行きました。リャンマンリャン。リーチした。おお。もうここでわしは抜ける。これはわしはこれで、1、3、2、6つ持って抜けますよと田村の上流して。まあでもリーチの方が強いと思うんやけどな。これリャンはめちゃくちゃ良さそうじゃないですか。3枚が3枚切られてて。なるほど。馬強的に。全面戦争ですね。リャンマンがここにあるのね、実は。4枚。リャンマン。ここにリャン4枚あるんですね。これ中根の。反撃がありそうだ。で、川に1枚だ。で、あと3枚。5、6。確かに。5、6、7。あ、攻めてる。3ピンズバンと行きました。行きました。田村さん、この3ピン泣かなかったですね。泣かなかったですね。やっぱり、ここは冷静ドラドラとはいえ、やっぱり、報酬が痛いということでしょ。ここで積もられる分の差はそんなにない。まあ、そうやんね。正直、ほんまにそうだね。2000、4000にしても、2000点差ぐらいですからね。そうですね。まあ、積もられて初めて。別にリボン残してくれたら全然いいですもんね。美味しいですよね。お、うわっていうか、まあ、もう抜いてますからね、その前に。中根だけは全面戦争。中根さん、ビュンビュンいってるっすもんね。いってるね、中根は。これ、ヤンマンがあと2枚ぐらいですか。ヤンマン何？ヤンマン1枚ぐらいじゃないかな。ヤンマン1枚ですね。ヤンマンが、あ、これ出た、出た。さあ、これが。知能の上がり。これはでかい。この3900はでかい。この3900はでかいですね。でかいね。さ、これで知能。これで知能はちょっと、楽になった。展望的に楽になる。少し楽になったかな？少しですけどね、まだ。ここで田村か、西坂が上がって、知能を超えたら、今度はやっぱり標的は知能になるんで、うん、ちょっとは楽になったけど、今ので。ここでもう一曲上がってみたいです。そうですね。親の血の何三曲となります。3万点以上が3人ですもんね。そうなんですね。3万点以上ってことも。なんで中でも積もの点数次第では。そうよね。また平田君。中でも全然問題ないんで。うん、まだ。1000、2000なんか上がったらもうまた、十分、また最後が、そうですね。西坂さんの、苦しい顔が見れるようになって。なん三曲早いな。早いですね。田村がダブナ。ダブナちゃう嘘。なんシングルナ。シングルナ。シングルナ。うん。シングルナ。あれがいいですか。中根さんが一番いいですか。中根が良さそうな気がするけど、ただ安い。うん、ドラ。ドラが初だけに。4トイツ。4トイツ多いな。田村さん4トイツ。ここに1枚だけですかね、ドラは。まあだから、ドラ、西坂のドラ1枚持ってくれば、これすっごいチャンスってなるしね。あ、これで。あんこなりましたね。あんこなった。これは、リャンあんこ。そうですね。3個、リャンあんこ。3万切る。3万切る。3万ってすごいですね。あ、これ初田村さん、これ E1、E1 は。泣かないでしょ。泣けないでしょ。泣くないっす。チートイツ ?4 トイツでしょ。何トイトイっす。何トイ、何あの何トイトイ。なんといとい、なんといとい、本一、本一あるな、まだ。まだ全然あるね。結構、ローワンからポンって言いそうなんですけど。ローワンからポン。泣きたいですね。泣きたいな、確かに。若すぎる。いや、全然プレッシャーになるし、もしかしたら初切れなくなるし、みんな初切れないし、それって。ローワン2枚目はね、もうなんか。泣いた方がいいですね。泣ける気が。2枚目は、1枚目から。の前に自分で。うわぁ。これも全部泣きますね。全泣きやな。全泣きですね。泣いちゃっても。ヤンワンも泣きますよね。ヤンワンは微妙。ポンは絶対するけど、全部。全部するし。全部出演するよね。5200まで一旦見て、
ポンは全部しますね。C 点は取るっすけど、最終的に。ああ、ポンは全部するね。この形だったら泣きますね。ヤンワンも。泣きやすいですね。ヤンワン泣くかな。そのまま。ヤンワン泣いて、何のみ ?B1、ローワン。何のみそうですね、1300。何のみなるほど。これ1300上がっといたら、結構有利やな。まあ、一旦上に有利、かなり有利です、ね。かなりでかい。かなり有利。ラスオヤが。ラスオヤが西坂なんで。かなり有利。かなり有利ですね。かなり有利。それは一つ上になったことが。かなり有利ですね、これ。田村、知能が抜けるパターンになりそう。このままいくと。めちゃくちゃ美味しい。下馬評通りじゃないですか。ほんまや。下馬評通りなんか。今かなり。今ほんまや。いつの間や。びっくり。いつの間にやら。ほんまや。このままいけば。うまいことできてますね。いやいや、ここまでわからんで、こいつ。ここが何するか分からへん。何するか分からへん。ああ、もう、これ、ヤンウマ。で、E1 はお声かけます？いや、声かけて、全然いいじゃん。かけるんじゃないの ?E1 ポンの。E1 ポンの数ワンウマするんじゃないですか。高めといて。全然いいじゃないですか、それ。だって、標的にならないですよ。そうなると完全に。そうですね。うん。頭までいっちゃうんで。これの1300はすごい大きい。対抗できそうな人が西坂さんできそう。西坂は対抗しないといけないんやけどね、次の親番。あ、これでリーズもいいペーコー1326の点になってる。いやけど9万、いや9万2枚切れてるんよね。3万も1枚切れてて。9万枚切れましょう。え、リーチでいいんじゃないですか。リーチですね、これは。1326リーチじゃないですか。1326超偉いですけど。そうですね。来ました。ここは偉いっす。この1326。まあ別にそこまで。まあ。これ1326分かったら、またこれ引き当たり。で、チームは実は全山なんですよね。もう3枚山。3枚山。めちゃくちゃ引き当たくない。もう2枚になっちゃいました。田村さん掴んだら打つっすかね。いや、田村どうやろう。打ってもおかしくない。ローワンチャンス。めちゃくちゃ引き当たくなりますよ。これ1326積もったら。やめろ。また。西坂さんはこれに、かけないんですね、パーピン。ん？西坂？はい、このパーピン、泣かなかったんやな。泣かなかったんですか。まあ、安全牌っていうことですか。やっぱり、このラスに打つっていうのが。うん、あ、ポンした。お、さあ、5に取りに行った。やっぱり。3はまあ、現物ですしね。うん、5に取りに行った。しかも、降りるのは何切れば降りれるんでね。何もでも。これでチーマンが。チーマンが、つかまなかった。田村さんも。今、つかまなかったってこと？そうですね。ねえ、自分が掴んでるの。そうですね。フォージュンもこれでせえへんすもんね。うん。しないで。チーム持ってきても、数万切る。数万切る。数万切る可能性あるっすもんね。どっち切るか分かんないですけど。これ何も打てない。これ結構追い込まれてない？追い込まれてます。ペイは打てないの？ペイ1枚切れか。1枚切れ。はい、ちょっと待って、難しいんじゃないのこれ。ジャンマン切りにくいのか？ペイ1枚切れの田村ペイちゃんですからね。ああ、もうチーピンいって3枚通る入ワンチャンス。ワンチャンスですね。なるほどね。数万くんは。ペイと。これで知能を少しはペイも切れるし。これで知能が標的になっちゃうぞ。その代わり次。田村が。あ、まだ知能標的にならないのか。数万が1枚だけですかね。3枚取って、そうか。チーマンも1枚だけ。そうですね、1対1。今、カン。カン、した。電車で。行く。筋。これは、決着つかないな。チーマンはまだ見えない1枚。田村買ったらかっこいいけど。あ、数万なくなった。なくなってしまいましたね。まだウーマンが？ウーマンはない。ウーマンないです。ない。ウーマン何個なんで、ここは。こっから折り打ち以外ないっす。まあ、ないっすね。もうチーマンがあんのか、まだ。1枚。チーマンは1枚や。1枚ありますよね。チーマン。マンズや。あ、チーマン。チーマンや。引いたけど。チーマン打つかもわかんない。これ。数万が、さあ、どっちを行くかですね。まあ、数万切るか、チーマン切るか。数万でしょ。普通数万でしょ。3万が。そうですね。普通数万ですね。られてて。うん。チーマンがなくなった。ウーパーマンは、
パーマンが1枚残ってるんじゃないか、もしかしたら。パーマンが1枚残ってる。パーマンが3枚見えてるんで、1枚残ってるっすね。1枚残ってるんですよ、ね。アリミが復活しましたね。ねえ、パーマンが1枚残ってますよね、確か。数万やな。ここも数万切れると。さあ、オーラスはすごいことになった、これ。勘できないよ。勘できないよ。俺はでも、先輩が2人。すごい差になっちゃった。また。これで、田村の2人天敗。差がないと。天敗は大きいですね。オーラス。オーラスですね。田村さん強いな。田村強いね。今の強かったですね。だからこれで、田村と知能は何上がってもいいと。そうですね。で、何点差？中出さんが、中出が、一応リーボーは1本で、リーボー1本なしで、4600は、4600の1000点棒。3600差ってことか、ほぼ。はい、な1200もいらんやん。3600、800、1600以上です。気持ちいいと。うん。800、1600で買うか。って感じか。あ、西澤さん、白統一のドラ統一。え勝負できましたよ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待って。あ、しかも123のめ、マンズ123でメンツできますね、これ。9ピン切ったのチーピンがドラってこと。チーピンドラです。あ、なるほど。はい、うわ、ここめっちゃ早いです。中出さんが。中出が789と1、2と見える点になってます。ドラもある。ドラある。中出は800、1600。あんま当たらんのか、これ。まあ、出上がり3900。3球 OK ですよね。3球 OK ですね。でも、まあ、でも薬杯が。強卓1本で。チュン1、2ドラ1とか。そうやね。ウーマンはいらないですね。ウーマンですかね、これは。ウーマンはいらないですね。シャーチキンの3色。まあ、これ、それでもいい。これ、チソン。でも、チュンアンコになった時にいるんやけどな。そうですよね。うん、チュンアンコになった時に。頭がちょっと欲しいかな。うん、欲しいんですけど、ね。あ、これ、チノさんが吐くといつや。そうなんですよ。あ、もちもちなんですね、これ。負けない。まあ、しょうがないですよね、でも。やっぱ、定められた運命は。そんなことはないと思う。まだ早い。まだ早い。まだわからん。引いてくるかもしれんやん。まあでも、お互いに言えることやから。ああ、そうか、千野さんも。千野も泣けない、その代わり。うん。千野さんは。さあ、ね、ここですよね、ここ。うわー。うわ、パーマ切った。いやこれ。リーズも一丁っすか、ほんなら。ペースね。リーズも一丁目指すっすか。ハイパイの方がなんか。だからまあリーズも一丁のイシャンテン、まあ、しょうがないですよね。数万持ってきたら一応、ああまあそれはそうですね、リーズも一丁になっちゃうんで、これパーマ切りますよね。いや、これ同級生持ってきたらリーズするのか。するのか。するか。関数マンで。するか。するな。スノーさんがチートイツのイシャンテン。するわ。どっちから出てもいいねもんな。田村から出ても、知能から出ても逆転するし、ね。ああ、忍力。うわ、小さい。うわ、痛いな、これ。痛いっす。このオラス面白いっすね。これ展望状況が。展望状況やばいっす。状況が。やばい。これやばい。数万が続々となくなっていってる。一応一通の目は残してますね。もう数値層があんまないんですね、これ。数値層ね。ここが一番なんか上がりそうな気が。いや、この3も欲しい数値層。いや、これでチート率2勝点を崩す当然やな、うん。さあ、ここです。シャーシャー。まあ、シャーは無理です。パーピンでも引けるとだいぶいいんですけど。パーピン引けるとね、落としていけるんだよね、マンズが。ああ、知能が順調に進んでいってるけど、これはウソローソですよね。ウソローソですよね。うん。うん、一応、テンパイ最低条件なんで、テンパイ欲しいんで。あ、ここテンパイそう。シャンテン。お。テンパイそうなんですよ。ドラドラの。うん。西坂が。もう3ピン。もうリーズもドラ1で。さ、白でテンパったけど、これ多分一生出ないやつ。一生出ない。一生出ない。この白一生出ないやつ。トイツ落とし始まりません、ね、残り3ピン。トイツ落としないっす。3ピンつもぎったんすけど。3ピンつもぎっていいんじゃないですか、ダメですか。リーズも、1個でいいんですよね。リズムドラ1でいいなら、キューピン。キューピン。ああ、キューピンか。あ、これ、もう一緒出ないやつ。あの、吐く。お互い出ない。一緒出ないやつ。これ、一緒。あ、でも、チーピンアンコになった時だけ出ますね。
でもその時はお縄について、ね、いやこれはどうする、いやいやチーマンじゃないの、うわそうなんだ、ヤンカンに取りました、泣けない泣けない、これは泣けないからね、これやばいな、これで2人転廃だな、2人転廃になりそうな、2人転廃、いや中根が転廃る可能性があるんだけど一番、おおすごい、アドリブリーチ、アドリブリーチすごい、この26 この26直撃はやばいっす、チーソー2枚切ってるんですよ、これいいぞ、この6層、9層が残ってるか、めちゃめちゃおるっすよ、めちゃくちゃおるな、あやばい掴んだ、打った打った、ああ、なんと知能が落ちてやましたよ、アドリブ、アドリブリーチすごい、このリーチはすごいっすね、この無理です、はい、いやこれ手順結構すごいっすね、これ無理っすね、これいやすごいな、はい、ということで、うわあっちの落ちたの、めんどくさなんかめんどくさいことありましたね、2人とも落ちたんですか、うわやば、うわきっと、はい、これで勝ち上がりとなりましたのは、アドリブと田村が、こっちで勝ちで、そうですね、次決勝打つのが知能と日坂、まあ日坂残ってるんでよかったかいやいやそんなことないな、いや、やっぱりハンチャン一回勝負の、いやー難しいですね。この急須は無理ですよね。でも、いや止まんないっすね。止まることを止まったら読めないやつですよね。普通。わかんないっすね。止まるわけがない。うん、無理です。しかもテンパってるのよ。今日めちゃめちゃ上がった。いやー素晴らしいというか、すごい手順で上がりましたね。なかなか上がれない、上がれないね。いや、あれ今のちょっと。上がれないですよね。まあ、手順では上がれないですね。上がれないですよね。一応、チュンも、チュンとのあれもあるんで、うん、3、3、5、7の時に7切る人結構いてそうな気がするんですよ。そうですね。うん、もう、やっぱ、いやー、なかなか上がれない手順を見せてもらいました。チュンも中身ものと思ってたんですね。うん、さすが、ホワイトメガネは。素晴らしい。最終戦のことだけあって、はい、すごい強さがあります。ねえ、面白かったです。はいはい、そしたら、そうですね、決勝は、はい、続いて決勝メンバーが決まりましたんで、松井、岡本、そして、知能、西坂というこの4名で、はい、さあ、打とうか、ほな、いや、頑張って打つか、打とうか、頑張って、打てへんの、打たないですよ、打ちたかったんですけどね、じゃあ、決勝始まるまで、ちょっと休憩してください、はいはい、じゃあ次の対局まで、こちらをご覧になって、お待ちください。はい、